こんちは、翔太です。今回なんですけど、桃地丹波ですね、新しく来た MR キャラクターになるんですけど、まあ明らかにですね、李氏を対策してきたような、まあキャラクター、見た目上はなっているかなというふうに思います。で、こういったキャラクターが来たことによってですね、李氏の時代は終わってしまったのかっていうところについて話していこうかと思います。まあ正直言うとですね、まああと3名ぐらいですね、桃地丹波がいたら、あと3名、いや合計3名ぐらいですね、いたらさすがに終わるかなと思うんですけど、このキャラクター1名来たぐらいだと、まあ終わりはしないかなというふうには思ったので、まあ正直あまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。それではですね、今回の目次になるんですけど、桃地丹波ですね、の李氏の対策のポイントについて、まず話して、まあそれぞれですね、スキル1、スキル2、パッシブ3、それぞれ李氏の対策ポイントありますので、まあそれについて理想とですね、現実について話していこうと思います。そして最後にまとめを話していきたいと思います。まず、桃地丹波の李氏の対策ポイントになります。まず一つ目なんですけど、まあ、剥がすことができないですね、制裁罪悪をつけることによって、まあ、抗議ですね、クリティカルを無効化してくる、リチの抗議を無効化してからの、まあ、攻撃っていうのがあるかと思います。それについてはスキル1の内容になりますので、スキル1の際に、詳しく話していこうかと思います。次にですね、高火力のスプラッシュダメージによる通常攻撃で倒していくっていう風な、やり方もあります。こちらはですね、スキル2の内容になってくるので、そちらでお話しします。で、3つ目がですね、まあ、残影によりですね、攻撃を回避したり、まあ、花言葉を利用した燃焼の回避ですね。まあ、こういったこともできるようなキャラクターになるんですけど、まあ、それに関してはパッシブさんで話していこうと思います。で、最初に言っておくと、怠慢だとさすがに負けないと思います。これだけ李氏の対策をしておれば。基本的に1対1で戦う場合は負けないとはさすがに思うんですけど、まあ、やっぱりですね、1対1で戦うことっていうのはよっぽどなことがない限りないので、まあ、やっぱりデッキ戦ですね、まあ、全体で見たときにどうなのかっていうところに着目して話していこうかなというふうに思います。単体だともう負ける要素ほとんどないと思いますので、まあ、そこは安心してもらったらいいかなと思います。これ安心してもらったらいいっていうのは桃地丹波取った方ですね、安心してもらったらいいと思います。このキャラクターはバッチリ李氏対策にはなっているキャラクターです。それではですね、まずスキル1について見ていきます。まあ先日ですね、このキャラクターについての解説っていうのはしておりますので、まあ簡単にいきますけど、まあ4ターンですね、まず奮起になって、まあ攻撃力とか防御力とかメインステータスが上がります。で、まあ敵6名にまず範囲攻撃を行って、800% の物理ダメージと敏捷値の6倍、最大攻撃力の 60% のダメージが入ると。で、毎回攻撃前自身の敏捷値が敵より高いと 100% の確率で敵の遊撃あるいは生後状態を2つ解除、まあ、2つずつなら良かったなとは思いますけど、で敵の残り HP が 50% より高いかつ敵の特殊状態の残りターン数が20以下の場合そのターン数マイナス1、まあ、ここもですね、まあ、後で話していきます。でその後ですね、追加攻撃をしていくんですけど、知力値が最も高い敵を7回追加攻撃するっていう風なものになっています。で追加攻撃前自身の敏捷値が敵より高い場合敵の状態数を 100% 無視し 200% の確率で2ターン内で敵その敵を制裁罪悪にすると、まあ、この制裁罪悪ですね、2ターンっていうところで抗議1ターンのものになるので制裁罪悪にさえすることができれば抗議を完全に無効化することができる。まあ、制裁罪悪にさえしてしまえば、正直ですね、まあ、抗議無効化できるっていうところで、別にこのキャラクターでとどめを刺す必要っていうのがなくなるので、まあ、そういった意味では、まあ、制裁にさえしてしまえば、李氏の対策に、なっちゃうのかなと思います。余ダメージを 40% 減少と。で、まあ、最後に自身の残り HP パーセンテージが、50% より高いとダメージ倍。で、すべての攻撃を4ターンの間、味方6名をおぼろ月生後にすると。ダメージとしては、まあ、1400%、敏捷値の78倍、最大攻撃力の 780% と、まあ、それが倍になるか。で、奮起の倍率と、まあ、トキンの倍率がかかってくるっていう風なものになります。まあ、理想なんですけど、まあ、やっぱりですね、追加攻撃のところに制裁罪悪ついておりますので、まあ、その攻撃がですね、李氏に飛べばですね、確実に無力化すること可能です。制裁罪悪自体もこのキャラクターの白バフによって解除できないものに
なっておりますので、もう制裁罪悪にさえ利子をしてしまえばもう無力化することができます。これは間違いないです。それは理想なんですけど、現実はですね、まず、白バフ減らしっていうところをですね、これで、まあ、敵の白バフのターン数減らすことができるんですけど、これ連続攻撃にもついていればよかったんですけど、範囲攻撃のところにしかついていないので1面につき1ターンの、白バフ減らししかできないというところが、まあ、非常に残念だなと思っています。まあ、これで紛争のターン数減らせるって言っても1ターンだけなんで、まあ、正直誤差かなというふうに思いますね。で、追加攻撃ですねのところ利子に飛べばいいって言っていたんですけど、基本的に追加攻撃の対象は帰国子になると思います。まあ、よっぽどなことがない限り利子になることはないと思いますね。というのは知力値が最も高い敵を狙っていくんですけど、利子知力値のパッシブないんですね。なんとなんで、まあ、そもそも知力値そんなに高くなりにくいっていうところがあります。相当ですね、帰国子に比べて育成頑張らないといけないですし、まあ、他にですね帽子とか持っている場合もですね、その帽子にパッシブで知力値ついていたら、実は知力値で見たら将の方が高かったとか、そういったこともある程度同じぐらいの育成値ですある場合はですね起こりうるので、まあ、装備とかで見た目上ですね利子の戦力が高いように見えている場合でも、意外とですね多分将とかの方が知力値高いっていう場面もあるかなというふうに思いますので、なかなかですねこの知力値が最も高いっていう、条件だと利子が攻撃対象になることはないんじゃないかなと思います。まあ、ほとんどの場合は帰国子になるかと思いますね。開口状態で知力値さらに 1.5 倍とかになっている可能性が高いので、帰国子に関しては。そこがまず残念なポイント。まあ、帰国子に飛んだら飛んだで、火力を 40% カットすることができるんで、まあ、そういった意味ではありなんですけど、まあ、利子に、やっぱり利子に飛ばしたいなっていうところがあるんで、そこは残念なポイントです。で、利子に攻撃してもこのキャラクターだけで見るとちょっと残念かなと思っていて、利子に攻撃して制裁をつけたらクリティカルが通るようになるんですよ。攻撃状態の利子によしって思ってクリティカル出したいなって気持ちがあるとは思うんですけど、このスキル1クリティカル全く出ないんですよね、文言的に。で、まあ一応弓章なんで、まあ、ベースとして少し出やすいっていうところはあるっちゃあるんですけど、まあ、やっぱりスキルで何パーセントクリティカル率を補正してあげないとなかなか出していくのって難しいのかなと思います。で、ここでクリティカルが出せないってなると、後で言いますけど、トキンのターン数も伸ばすことがなかなか難しくなってくるんで、まあ、そこもちょっと残念なポイントなんじゃないかなと思いますね。まあ、クリティカルが出ないっていうところで、まあ、それだったら別に制裁がある意味、あんまりないんですよね。他のキャラクターが、クリティカル攻撃を出していけるっていう強みはあるかなというふうに思うんですけど、まあ、いっそのことをもうこのキャラクターが制裁罪悪にしてしまって、そのままクリティカルご利用して倒してくれたらいいと思うんですけど、まあ、そういったことにはなっていないので、まあ、クリティカルが出ないっていうところ、ここちょっと気になるポイントかなと思います。それだったらもういっそのことですね、通常攻撃で、まあ利子を倒していくようなキャラクターであってくれた方が良かったですね、制裁罪悪なしで。いや、もちろん制裁罪悪があることによって夢は広がってるんですけど、それだったらクリティカル出してほしかったなと思います。続いてスキル2です。こちらスプラッシュの話ですね。敏捷値が最も低い敵を7回攻撃、毎回 700% の物理と敏捷値6倍、最大攻撃力の 60% 入ります。で、毎回攻撃前、自身の残り HP パーセンテージが敵より低い場合、ダメージの 100% HP 回復で、自身の残り HP パーセンテージが敵より高いと回心率が 50% 増加。まあ、これこういう、まあ、回心率が増加するのがスキル1にもあればよかったです。で、回心攻撃が発生したら最大攻撃力が最も高い敵に 50% のスプラッシュダメージ。このスプラッシュダメージがですね、通常攻撃の判定となっておりますので、まあ、仮に攻撃状態の利子にもですね、普通に通ると。他のキャラクターでクリティカル出した火力をベースにですね、計算されたスプラッシュダメージが、まあ、帰国子に通常ダメージ、帰国子じゃない、まあ、利子に通常、攻撃として飛ぶっていう風なものになっています。で、全ての攻撃を4ターンの間、味方6名を雷火制御にすると。まあ、ダメージとしては 4900% 敏捷値42枚、
2倍最大攻撃力 420% に、クリティカルが出たり奮起であったりトキンの倍率がかかってきます。理想としてはですね、敏捷値が最も低い、敵なんで、お相手のですねステータスが一番、敏捷値だけで見ると一番低いっていうところで、比較的育成されていないようなキャラクターに飛んでいく攻撃なのかなと思います。で、お相手のですね弱いキャラクターにクリティカル攻撃を決めて、それをですね、そこの値を参照したダメージを利子に与えて大ダメージっていう風な、動きがですね理想的な動きなんじゃないかなと思います。ただ現実としてはですね、例えばこのクリティカルの条件が、敵の HP よりですね自分の HP パーセンテージが高い時になるんですけど、武将のですね援護聖護かなりですね張ってくるキャラクター多いかなというふうに思うんですけど、このキャラクターですね、状態上耐性ないので、花言葉出陣時には花言葉で2回までは罪悪状態とか防ぐことできるんですけど、流血状態ですね、状態上耐性とかないので普通に援護聖護からの、流血下ってしまってそのまま反射でやられたり HP パーセンテージどんどん低くなっていくような、動きをするようなキャラクターになっています。一回反射流血で HP パーセンテージ低くなってしまうとそこからの立て直しっていうのがなかなか難しいんで、敏捷値が最も低いっていうところで、武将か防止どちらかに攻撃することになるとは思うんですけど、武将狙ってしまうとですねかなりきついなっていう風な印象はあります。で、最大攻撃力の高い、キャラクターにスプラッシュダメージ飛んでいくんですけど、ちょっとですねいろんな人のパーティー見た感じ最大攻撃力が最も高いキャラクターは利子ではないですね。というのも先ほども言いましたけど利子ですねパッシブに知力値のパッシブついていない関係上そんなに攻撃力高くないんですね。実は他のやっぱり攻撃力というかメインステータスが上がるようなパッシブを持っているキャラクターの方が攻撃力としては高くなりやすいような傾向があるような、気はしましたので、最大攻撃力が最も高い他のキャラクターにスプラッシュが飛ぶことになるかなと思います。ここでもちょっと利子にとどめを刺せるかっていうとそういうわけではないかなと思いますね。ただこのスプラッシュはめちゃめちゃ強いんで別に利子を倒すっていう目線で言うと微妙なんですけどめちゃめちゃ強いんでこれは勘違いしないでください。スキル1も強いんですよめちゃめちゃ。ただ利子に攻撃するかっていうとそこに関してはちょっと違うっていう風な話なのでこのキャラクター自体はスキル1スキル2どちらもめちゃめちゃ強力なんでそこは勘違いしないでいただきたいです。続いてパッシブ3です。 S 陣時6ターンの間自身がトキンになって、受けるダメージが 5% かけるトキンの残り単数カット、敏捷値が 5% かけるトキンの残り単数増加と。で2ターンの間自身と隣の味方が花言葉聖護で、トキン状態中味方の奮起聖護と、敵の制裁弾薬が解除されないと。で致命傷を受けた時トキンの単数を2ターン使って致命ダメージ無視、異常状態すべて解除、 40%HP 回復、4ターンの間残影聖護、回避率 60% 増加、受けるダメージが 40% 減少、回避するたびに受けるダメージが追加で 5% 減少、最大 40% 追加減少可能、このスキルは5回まで発動可能と。で、利子目線で言うと理想的な動きとしては花言葉でですね燃焼とか封印を完全にカットしてしまうというところが、メインになってくるかなと思います。で、なおかつですね残影とかで攻撃をかわすことができると燃焼にもかからない、こともありますので、そういったですね、使い方が想定されるんじゃないかなと思います。ただ現実としては、利子か帰国士どちらかの攻撃であれば意外と大丈夫な可能性っていうのもあるんですけど、利子も帰国士も来るとですねさすがに燃焼の付与っていうのは免れないかなというふうに思います。で、かわせばいいやんっていうところもあるんですけど、最近のですね強力なキャラクター利子と帰国士なんですけど、これらのキャラクターはですね意外命中パッシブ結構持っていて、私が K を使っている感触なんですけど結構回避の値積んでいても、でレベル差も多少あったとしても利子とか帰国士の攻撃は計普通に受けちゃうような印象を持っていて、正直ですね残影だけに頼るっていうのは結構心もとないんじゃないかなと思います。それかわすときはかわすと思うんですけど案外当たるなと思っていて、
まあ、60% 回避率が上がってる割には当たるなっていう風な印象は持っているんで、残影だけに頼るのは、まあ、ちょっと心もとないなとは思いますね。リシと帰国子がダブルで来るとさすがにちょっと花言葉2ターン分だけだとかわしきれないかなと思います。そうですよね、リシだけでも封印と燃焼2回の、まあ、判定ある可能性もありますし、ないのかな、あの花言葉の状態で燃焼にそもそもなってないから。まあでも帰国子の方は風波もあったりするんで、まあやっぱりですね、ちょっと花言葉だけで、燃焼か回避できるかっていうと、まあ、ちょっと無理かなというふうに思います。最後にまとめです。まあ、攻撃対象ですね、まあ、弱点として完全に利子に固定化することができないっていうところが、まあ一番利子の対策として微妙だなというふうには思いました。スキル1もスキル2も対利子だけで見ると非常に有効なスキルだと思うんですけど、まあ実際に現実で戦った際にそれらが利子にちゃんと飛ぶかっていうと、それは無理かなと思います。このキャラクターだけでデッキ戦の利子の対策をしようとすると、まあ、正直ですね、まあ、あと1人か2人いたら利子に飛んでいきそうだなっていう風な性能かなという風に思います。1人だけだとちょっと別のキャラクターに飛ぶかなと思います。なんでまあ個人的には利子対策が、まあ、できたらいいなぐらいで入れるのがいいと思いますね。利子対策するために入れるんだってなると正直無理かなと思います。攻撃を利子に飛ばすっていうのが、タイマンだと勝てると思うんですけどね。まあ、なので、まあ、正直利子はですね、別にこのキャラクターが実装されたからといってまだまだ現役なので、気にする必要はまあまずはないかなと思います。まあ、どっちかというとちょっと帰国子が火力ダウンになってしまうようなキャラクターが来たなというふうな印象ですね。帰国子の陰に利子は隠れちゃうと思うんで、まあ、どっちかというと帰国子対策キャラクターっていうふうなイメージですね。まあ、利子はまだまだ現役です。まあ、ただこのようなキャラクターがあと1人か2人来るとちょっと利子も厳しくなってくるかなというふうに思いますので、まあそうなってくるとちょっと利子の時代終わってきたかなっていうふうな、まあ、印象になってくるのかなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。